断と偏見に満ちたカツオが釣れてそうなポケモン参戦。第3位、ドッコラー。カツオは大の野球好き。友達の中島とよく野球を楽しんでいる。野球ができそうなポケモンがいました。それがドッコラー。建築資材好きのドッコラー、休みの日は暇を持て余して角材を振り回して暴れているらしい。その元気をカツオ中島と一緒に野球を楽しめたら最高の休みになるね。第2位、ムチュール。意外とモテるカツオ。そんなカツオに思いを寄せる少女、花沢さんだ。彼女の熱烈な愛情を持ち前の口のうまさで回避しているカツオだが、そこでぴったりなのがムチュール。なんだかんだで優しいカツオ。ムチュールのお世話もしっかりしてくれそうだね。